さんどうもこんにちは。薬に頼らず体質改善ホッティ薬店のホッティです。今回はですね、ホッティの塩といえども本当にそんなに取りすぎて大丈夫なのですかっていう質問に答えていきたいと思います。これを見ると、あ、俺だったら大丈夫だわっていう風に分かっていきますと思いますので、最後まで動画ご視聴をよろしくお願いします。僕のチャンネルでは塩やミネラルを使った健康に特化した情報をお届けしております。塩仲間に一緒になって健康に人生が過ごせるようにしてくださいね。一緒に頑張りましょう。インスタでも情報発信してますんで、よかったら見ていってくださいね。よろしくお願いします。ではやっていこうと思いますが、ホッティの塩はなぜ大丈夫かというと、海水の成分だからっていう結論になりますね。で、うちの塩は海水を塩田っていうものすごく広大な広い畑に入れて、そこから3ヶ月置きますよね。そうすると塩がどんどん湧き上がってきて、それを陸に上げてむしろかけて、そこから1年365日以上ですね、以上の熟成期間を持たせるんですね。そうするとまろやかな塩が取れるっていうことなんですけど、それは要するに海水と加熱しない塩っていうのをイコールな状態にしたいんですよね。なんで海水を体に取り込みたいということなんですよね。で、海水っていうのは、例えば大丈夫な例としては、赤ちゃんを育てるお腹の羊水っていうのは海水とほぼほぼ同じ組成を持ってるんですよ。赤ちゃんは海水に浸かってるような状態なんですね、お腹で。その養分を取っちゃダメっていうのは理にかなってないですよね。でね、うちのティー薬店には結構産婦人科系の助産師さんとかお医者さんとかも来てくださるんですけど、その助産師さんが言うには、お産でね、赤ちゃんを取り出す時にどうしても羊水を顔に浴びてしまうらしいんです。かかっちゃう。マスクとかにペタってくっついちゃったりするんですよ。それをどうしてもちょっと舐めてしまうこともやっぱりどうしてもあるみたいなんですね、現場なんで。そうして感じてることは、羊水の味がめちゃくちゃ濃い人はめちゃくちゃ暗算なんです。 2,3 時間でポロンって生まれちゃう。だけど羊水の味が、あれ、この人なんとなく薄い感じがする、味がないっていう人はもう2日かかったり3日かかったりして超難産になるっていうことなんですよね。これを言ってて、あ、やっぱり羊水の塩分濃度っていうのはめちゃくちゃ大事なんだっていうふうに本当によく思いましたね。ものすごいことを助産師さんは教えてくださったんだなぁと思う。っていうか知ってるんじゃんっていう感じですよね。だから塩を買いに来てしっかりと使っていただいてます。あとは第二次世界大戦中ですね、日本軍が負けそうでもう物資が何もない時、輸血もできないよっていう時はどうしたと思います？海水を点滴したんですよ。海水は もちろんミネラルバランスがめちゃくちゃ優れてるんで、海水をね、点滴したんですよ。そうすると血になるんですね。それで助かった人が何人もいるという話が本にもしっかり載ってますよ。あとは皆さん点滴しますよね。例えば熱中症で倒れたりとか、手術するよとか。点滴は塩水なんですよ。海水なんですよ。海水と同じ成分を点滴してるんですよ。点滴するときに皆さん、おい、これ塩分取りすぎで大丈夫かなとか、これ高血圧になるんじゃないとかっていう風に点滴するとき考えないですよね。だけど点滴するとどうなりますか？めちゃくちゃ体調元気になりますよ。信じられないぐらい、お腹痛いのも治ったり、熱中症も治ったり、だるかったのもすっきりなくなってます。それは海水の成分だからなんですよ。それで治してるだけなんですよ。なのに病院ではその後減塩してくださいねって言われるっていうのが、本当にね、いかにメディアとか間違った学問が流れ続けてるかっていうのがもうすごいわかりますよね。情報に惑わされすぎちゃダメですね。本当に自分の体の体感で元気かどうかっていうのを感じ取ってもらいたいなとは思いますね。やっぱりミネラル成分っていうのは体を作っていく上で絶対欠かせない基本的なものなんですね。ただ精製塩っていうのはやめてくださいね。この精製塩っていうのだけは絶対に避けた方がいい。避けなければならないですね。なぜかというと、3つあります。1つ目。塩化ナトリウム 100%。ナトリウムばっかりを体に入れると、体の中のミネラルバランスが大きく崩れるんですよ。そうすると、喉が渇いたっていう症状を筆頭に、体がだるいとか気持ち悪いとか、そういうのがすごく出てきます。二つ目、それによって代謝が滞ってきます。どん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 代謝をして、体っていうのは良くなっていくんですけど、細胞の中の水分の入れ替えができないんです。塩化ナトリウムは水分を吸い上げるだけなんで、代謝がどん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 滞ってきます。なので、体がだるいとか、なんか疲れが取れないとか、寝ても、なんかこう、朝起きても元気がない、出ないんだよね。馬力が出ないんだよね。っていう人は、代謝が滞ってるってこと。燃やしてないんですね。三つ目は、活性酸素を発生してしまうんです。塩化ナトリウムは活性酸素を発生させてしまうんですね。活性酸素っていうのは、いっぱい取るっていうことはどうなるかっていうと、錆びることなんですよ。体の中が錆びていくんですね。そうすることによって、錆びは、やっぱ万病の元になるんです。いろんな病気を作っていく。なので、先生、その三つ、示しただけでも分かりますよ。もっとたくさんあるんですよ。
だけど生成炎はやっぱりダメということなんですね。まだまだいっぱいたくさんあるんですよ。やっぱ減塩しすぎるとやっぱ体の中のミネラルバランスが崩れてくるんですよ。ミネラルバランスが崩れてくると腎臓から血圧を上げなさいよっていうホルモンが出てくるんですよ。それは塩化ナトリウムがなくても塩がなくても栄養素を届けないといけないんで、血圧を上げていっぱい栄養をなるべく届けようっていう自分の人間の摂理なんですよね。やっぱ細胞からカリウム分がどん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 抜けていくっていうのもあります。あとはね、細胞の活力のめちゃくちゃ低下につながりますよね。慢性疲労とかがある人はもう塩不足になってるんで活力が失われますよね。江戸時代の拷問いろいろありますよね。足の上にめちゃくちゃでかい石を乗せられて、ずっと一週間そのまま足が痛いまま過ごさせられるとか、あの貼り付けの刑とかいろいろあるんですけど、最上級の辛い拷問なんか知ってますか？塩抜きの剣、塩が全く取らせてもらえない、一切塩ゼロになると拷問級の辛さになるんですね。なのでじいちゃんばあちゃんめちゃくちゃ薄い味噌汁で頑張ったり、もう漬物大好きなの食べないとかっていう風になってますよね。拷問を受けてるんですよ。かわいそうですよね。本当にね、じいちゃんばあちゃんは塩をしっかり取ると、あの非加熱のいい塩ですよ、いい塩を取るとめちゃくちゃ元気になってきますよ。もともとね、じいちゃんばあちゃんというのは昔運動してるし体強いんですよ。それに塩がプラスされると復活力半端ないですから、本当にね、まだまだ希望を捨てないでほしいですね。全然諦める必要ないです。いい塩をしっかりとって活力をみなぎらせたおじいちゃんばあちゃんになってほしいですね。いろんなウイルスなんか心配する必要ないですよ。まずは心配する前に自分が強くなると、自分が攻めて標準のスペックまで、人間の機能まで戻すということがすごく大事なんで、そちらをやってもらいたいなと思いますね。皆さん動画のご視聴今日もどうも本当にありがとうございました。もうね、500人超えてどん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 上がってくれてるんで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも本当に皆さんが元気になるような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひ塩仲間になってくださいね。よろしくお願いします。ホッティの塩はオンラインショップでも買えますんで、お待ちしております。それではさようなら、次の動画で会いましょう。